た熱海やろけど、副大臣の記念写真、普段着で女性の足が心霊チック心霊写真かって思った。同じような衣装を着た女性3人とその横の女性の足の長さが違ったり、なんやろ、過去やろか、こんなんやられたらへこむよな。いろいろ大変やなって見てたんですけど、私たち日本国民は石破の茂でも自民にやってもらうしかないねんで、国民が選んだという形を取らせて自民を潰そうとしてるけど、それに乗ったらあかんねん。私たち日本国民は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている状態っていうことを肝に銘じましょう。私たち日本国民は資本主義と日米同盟だけ守ってりゃいいんです。この二つ守れるのは自民だけなんです。他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなこと浮上させて、なんとかしてあげないとって思わせる人たちいますけど、そんな余裕あれへんで、スルー推奨です。同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく統一戦線工作やられてたら嫌でしょ。スピリチュアルにハマってらっしゃる方、意識高い系のセミナーに行かれてる方、宗教にハマってらっしゃる方は、資本がダメなものって思い込まされてて、ホングコングの次はタイの湾で、次は日本やから、一緒に立ち上がって抗議しましょうとかやっててんけど、そんなもんほっといたらええのよ。ホングコングは中の国のもの。特別行政区。タイの湾昔は併合しておりましたが、今は国交がないんです。日本は中の国と戦いましたが、ショーの解析率いる国民のあれと戦ったんですよ。国民のあれは、トモさんの党と戦って、負けたという体で、負けたふりしてって私は見てんねんけど、タイの湾に逃げ込みました。ショーの解析さんって自由なおそうめん屋さんの高級幹部やったんですね。孫の分も。自由なおそうめん屋さんって自由フリーおそうめんメイソン。有名な秘密結社。都市の伝説界隈では憧れの互助団体とか、一部の人が悪いことしてんねんでーって紹介されたりすんねんけど、中の国の友さんの党、日本の友さんの党、世界各国の友さんの党は、友さん共産。コミンのテルン国際共産党第3インターナショナルの一支部同士で同じ組織。コミンのテルンはもう消滅したことになってるけど、コミンのテルンの指導団体が自由なおそうめん屋さんって分かってたので、亡くなったふりしてるだけやろって観察するとしっくりいきます。自由なおそうめん屋さん、おそうめんがって呼んでたら全てメイソンのことやねんけど、おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれないところが雨の理科。でんでんじいさんがやってるところ。盛大なプロレスが行われてて、日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中って宗教系で、ニューソート運動やらされてんのかなって、ニューソートに焦点合わせると、面白いようにニューソートに繋がっていき、自由なおそうめん屋さんにもぶち当たりました。保守の代表格のおばちゃんが、ニュースキャスターなさってた方がクリスチャンサイエンスモニター、宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めで、クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎になった宗教で、自由なおそうめん屋さんと共生関係にあったんです。これはビヨンドシークレットっていうザ・シークレットも怪しいもんやでを題材にした文庫本に書いてありました。これからは風の時代で、お金が必要ない時代とか、そんな嘘やと思うで。世の中金や楽しいなって思わへんかったらあかんと思うわ。風の時代でも、風の時代って11月20日から本格的に始まる言われてて、冥王星が水瓶座に入るんですよ。20年そこに留まる。私はこれを待っていました。私はスピリチュアルをありがたいものではなくてキモいものとして観察していますが、星の動きとか旧星とかあるんやろな。この世の中陰陽の法則いうのがあって、光と影があって、悪いこと続いてたら後にええこと来るやろって思わねやってられへん。何事も時期とタイミングやなって思って見てるんですけど、しつこく何度でも言いますが、これまで活躍できてたやつが引っ込むって、身動き取れなかった人が再生復活、もうこれが楽しみで、これまで左の勢力が調子こいてたけど、あいつら身動き取られへんなのちゃうの、知らんけど、トライアン返り咲いたし、トライアン双子座で風のエレメントって元素、12年ぐらい絶好調のはずやで。で、余計なことやってくれるけど、公明も大切な数の一つやねんけど、お前それはあかんでっていうことは言わなあかんな。産経新聞、2024年11月15日、公明、選択的夫婦別姓導入へ、自民を説得したい。代表の斉藤の哲夫が首相の石破に働きかけへ、そんな余計なことせんでええねん。記事によりますと、公明の代表の斉藤の哲夫は14日の BS11 番組で、選択的夫婦別姓制度導入に向け、首相の石破茂に働きかける意向を示した。いらんちゅう。で、新しく代表になった斉藤は次のように強調。首相を通じ自民を説得したい。世界の体制を見ても進めていくべきだと述べた。
で、立憲民主が関連法案の審議が見込まれる衆院法務委員会の委員長ポストを確保したことに関し、実現に向け状況が一つ進んだと強調した。いらんちゅうね、日本国潰す気満々やもんな。選択的夫婦別姓制度をめぐっては、自民の保守系議員を中心に慎重論が根強い。首相は9月の総裁選ぶやつで導入に前向きな考えを示していたものの、首相就任後はさらなる検討が必要だと述べるにとどめている。だってゴムゴムしくなってるような気がすんねんけど、別の人にすり替わってたらええなって見てんねんけど。新しく代表に就いた公明の斉藤の哲夫、この人も新進党やってんで、こいつくせもひゃんって私は思ってます。日本の宝である死の刑の廃止を支持しとんねん。で、外国人参政権賛成しとんねん。2010年9月29日、東京都内で開かれた中野国の建国記念レセプションに、日本の国会議員50人のうちの一人として出席。所属政党、公明から公明新党に行って、新進党に行って、新党平和に行って、公明に舞い戻ってんねんけど、これは社会勉強しておいでっていうことなんかな、知らんけど、どういうことやねんやろんな。新進党ってド派手なオープニングセレモニーを開いて、子供たちに赤いスカーフと紺色のスカーフを任せて手を振らしててんけど、赤いスカーフ、政治の世界では、友さんの主義の誓いなんですね。で、公明の母体、宗教法人の、総家のトップの大ちゃん、友さん主義者みたいで、中野国で写真家として活躍して、個展開いてはってんけど、池田の大ちゃんの特集番組があったんですよ。で、中国語で展開されてんねんけど、インタビューが日本語なので、バッチリ何を言ってるか聞き取れたんですよ。公明か、総家の、どっちかの代表が、日本で、トモさんの主義を目指す言うたら、バカにされんねんけど、って、抜かしてはりまして、あ、こいつらって、トモさんの主義者やねんや、って、ぼーっと見てたんですね。民主主義って数で勝負で、自民に公明くっつけたのは、小沢のいっちゃんやねんけど、選挙の度に電話してくるやついるやん、信者さん。あいつらのおかげで自民崩壊せずに済んだ時期もあるので、そこは感謝しとくしかないのよ。スピリチュアルや意識高い系のセミナーに行かれてる方、宗教にハマってる人たちって新しくできた政党を支持しがち。うちら日本国民は、いやでも自民の票を膨れ上がらしといたらええねん。で、自民一党独裁になるのが怖いとか思わんでええねん。赤くて酸っぱい勢力から送り込まれた奴らがわんさかいるから、後にゲバリンコして出ていくし。自民の先生とんでもだらけや。いや、もっと他とんでもだらけやんか。システム上の話として、今現在の野党の連中はオールスーパー赤い連中で、公明も含むやねんけど、赤くて酸っぱい勢力に牛耳られてしまうと、うちらの生活どもこもならんようになる。中野国やベトットなる北の金ちゃんのところ、キュウリみたいな名前の国みたいになるん嫌やんか。私たちが生まれる遥か昔から、資本を潰させて、社会の窓主義の世界に誘って、後に友さんにしていく、世界を一つにワンワールドっていう計画を企ててんねん。それをなんとか阻止するために、うちらは、いやでも、自民に票を入れるしかない状態に置かれてんねん。